ラビー、こんばんは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 、キラキラありがとうございます、ありがとう、こんばんは、来てるときありがとうございます、ハビーです、こんばんは、キラキラありがとう、キラキラ、キラーってキラキラありがとうございます、ギャーってハート、キラキラ、キラキラありがとう、キラキラありがとう、ありがとうございます、キラキラ。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。キラ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 。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。キラキラありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ハッピーです。こんばんは。こんばんは。いただきありがとうございます。NMB48 塾生オチュに参加してます。H49番幸せが黒でハッピーって言います。ハッピーちゃんとかハッピーちゃんって呼んでいただければ嬉しいです。高校1年生15歳身長151cm 大阪出身です。ハートンキンキンありがとうございます。こんばんはこんばんはこんばんは、来ていただきありがとうございます。ハッピーって言います。こんばんは、ありがとうスタラーさん、ありがとうございます、ありがとうさん、ありがとうございます、ありがとう。カジさん、綺麗な虹色のスターさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。リボンついてる、リボンついてます、リボンついてます。こんばんは、こんばんは、来ていただきありがとうございます。ハッピーが来るの、ハッピーが来ます。ありがとうスター、ありがとうございます、ありがとうスター、キラキラありがとう、キラキラキラ、ありがとうスター、ありがとうございます。こでしたスター、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、キラキラキラ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、着替えて着替えました、可愛い服って、可愛い服、可愛い服。こんばんは、もうハッピー来てます、よし。こんばんは、こんばんは、来てた時ありがとうございます、着替えました、違いました、回って、え、こんばんは、こんばんは、回るの、くるくるってこと、こんばんは、ゆっくり休めた、必ず休めた、休めた、必ず体かな、ゆっくり休めたって、ゆっくりゆっくり休めました。後ろどんな感じ、ちょ後ろはちょっとね分かれへんな、ハピー後ろピンめっちゃ止めてるから、多分ねあのこうピンで固定してるから、ちょっと後ろはちょっとちょっと後ろはありかも。服はこんな感じです。見えるかな、ちょっと待ってね、あ、こんな感じです。こんな感じです。くるって回したらいいかな、こんな感じです。うん、後ろ NG 了解。ちょっと後ろはちょっとピンでめっちゃ止めてるから、ちょっと。くくってピンで止めてるので衣装かな、なんかワンピースです、ワンピース。ありがとう、だるまくるくる、ありがとう、富士山だるまくるくる、ありがとうございます、ありがとう。アップ似合うね、似合う、ありがとう。そう、後ろちょっとごまかしてるの。かわいいって、ありがとう。こんばんは、こんばんは、おしゃれやねってありがとう、かわいいかわいいってありがとう。ごめんな、じゃあゆっくり休めたかな、でした、ゆっくり休めたよ、
アイドル王にハピはなる。ハピは、私はアイドル王にハピはなるって。なんか聞いたことあるような感じの。いいねってありがとう。キラキラありがとう。キラ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 ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。キラキラありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。キラ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 ありがとう。ありがとうございます。かわいいってありがとう。ありがとうございます。キラキラありがとう。ありがとうございます。ピンポンダッシュしてる。こんばんは。かそばそばそうこうで、こんばんは。ママがしてくれたの。うん、ママがしてくれました。ルフィやなくてハッピーやね。そうハッピーやね。ハッピーです。ハッピーハッピーですね。ハッピーキラキラありがとう。ありがとうございます。キラキラキラありがとうございます。ありがとう。足部屋のぎささんの大喜利見てて笑ってた。大喜利難しいよね。中学生なの。高1です。高校1年生の15歳です。こんばんは。こんばんは。来ていただきありがとうございます。ついこの間まで中学生でしたけど高1になりました。高1になれました。高1でになりました。さっきの配信に投げ聞いてもうたってありがとう。ハピはそうちょっと危なかったね高校。今日は何書く。今日は何書くのってお湯ぎ何書こう。卒業旅行行った。行ってないです。大喜利と大根切りどっちが難しい。大根切りかな。さっきの配信で投げすぎたんでありがとう。高1だったって。高1だよ。高1。高校1年生です。 JK1 です。危なかったのか。そう危なかった。ちょっと勉強がちょっとね勉強がちょっとね。うんそう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 。まあ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 ちょっとね。ありがとう。だるまさん来るからありがとうございます。大嫌いな。あごめん。虹の作り方練習しててちょっと聞けてない。初見ですって。来ていただきありがとうございます。こんばんは。来ていただきありがとうございます。こんばんは。虹さん来るかな。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。中学落ちそうになったの。あ違う高校。高校です。ウィンクして。虹なかった。え虹じゃないな感じ。こんばんは。こんばんは。まさ聞いたよ。あ聞いた。ダブリ違う。違いますね。違います。ピチピチの高一です。全然起きて。あごめんね。ありがとう。待ってね。かわいい。ありがとう。プク顔とかもできるの。プク顔っていうかってこと。こんばんは。こんばんは。いただきありがとうございます。こんばんは。どうもハッピーって言います。
皆さんこんばんは、どうもハピーって言います。こんばんは、こんばんは、かわいい、ありがとう、かわいい、ありがとうございます。ありがとう、かわいい、ありがとうございます。キラキラ、ありがとう、キラ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 、ありがとうございます。ありがとう、ぷくかわって、ありがとう、あー、ありがとう、まことさん、アンベの人、ありがとう、ふにふに、ありがとうございます。なんかね、あ、ありがとうございます。見えるかな、お、ありがとうございます。ありがとう、フォローありがとうございます。ありがとう、フォロー、アニシーさん、だからの、タコさん、ありがとう、タンコ、ありがとうね、ありがとうございます。あ、書いとこう、日に日に可愛さが増してるように見えるの私だけですかって、本当ありがとう、嬉しい。何食べたの？カルボナーラのパスタです。パスタ食べました、カルボナーラの。ありがとう、キラキラ、ありがとうございます。ありがとう、キラキラキラ、ありがとうございます。ありがとう、ペンライト色に合わせて振ってくれるの。あ、ある色が青、緑、オレンジ、黄色、白、赤のペンライトあります。あとピンクと紫です。カルボナーラ、そう、カルボナーラ。こんばんは、こんばんは、出ていただきありがとうございます。本当にパスタ、あー、ありがとう、黄色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 、どこや、あー、ありがとう黄色、黄色、ありがとう、ギジさん、ありがとう、ペンライト、フニフニ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。やった、見えるかな、本当にパスタ、そう、本当にパスタ食べました。キャッチフレーズとか決めてますか？キャッチフレーズ、いや、決めてないです。舌薄く、あ、そう、舌薄く聞かれて、見えるかな、聞かれてます。キノコパスタ好き？キノコ、キノコ苦手。ハッピーは、ハッピーはキノコ苦手なんですよ、食べれないキノコ。しめじも松茸も何もかも、キノコはちょっと、キノコ類は全部無理ですね。こんばんは、こんばんは、ペンライト黄色、青がいいな、青、青。かぜひささん、だるまさん、コロコロありがとう、こんばんは、こんばんは。あ、キュンキュン、ありがとう、コロシさん、キュンキュン、ラブラブ、ありがとう、あとキュンキュン、ありがとうね。こんばんは、初見です、来ていただき、初見キノコ苦手なの、同じ、え、同じ、キノコ苦手、キノコ嫌いとか、わら、キノコはちょっと嫌いなんですよ。ありがとう、あー、ありがとう、タコタコタコ、ありがとうございます。シングノスケさん、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは、こんばんは。グアベーコン、ベーコン、ベーコンだった。青く光ってるかな、見えるかな、見えるか、え、ありがとう、青、ありがとう、フリフリ、青、フリフリ、ありがとう、フリフリ、ありがとうございます。ありがとう、フリ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 、ありがとう、あ、ありがとう、ハート、キンキンラブラブ、ありがとうございます。ありがとう、シンジさん、ありがとう、ギジュさんもありがとう、今日も可愛いって、ありがとうね。給食のキノコ美味しくないから食べれなくなる子多いよねって、なんかね、キノコは本当に無理、キノコめっちゃ美味しいのに、いやー、ちょっとキノコはね、ちょっとダメ、あの、あ、見やすい、あ、見やすい、ありがとう、あ、マキーさん、たーこんたことか、ありがとうございます。ありがとう、シングノスケさん、ラブラブ、ハート、ありがとうございます。ありがとう、キラキラ、ありがとう、キラ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 、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、あ、無理して食べんでもやるし、キノコはちょっとね、お苦手です。えへ、えへ、
てへて。ありがとうハート、ラブラブハート、キキありがとうね。まだあテレビっ子ゆうさんありがとう、ゆうさんありがとう。早く大人になってねーって。大人になったらキノコ食べれるかな。私もキノコ苦手、特にしいたけ、しいたけやんな、あれしいたけ。にんぎょうさんありがとう、ありがとう。だるまさんコロコロありがとう。好きなお菓子はある、好きなお菓子は最近は海苔塩好きです。海苔塩、ポテチの海苔塩。キノコ食べないと大きくなれないぞよりよりよりもうマリはめちゃめちゃあのキノコを食べただけで体大きくなってるやなってるもんなありがとうキュンキュン、ありがとう、ありがとうございます。シンジさんありがとう、こんばんは、こんばんは、来ていただきありがとうございます。あーありがとう、てこヨガのたくさん、かずじさんヨガのたくさんありがとう、ありがとうございました。コンありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ポテチさ、ポテチ、こんばんは、こんばんは、来ていただきありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ソトさんはじめましてって、はじめましてじゃないけど来てくれてありがとう、ありがとう。エリンボンありがとうございます。この色はどうなる？ありがとうございますあ、ありがとうございますありがとうございます、ありがとうありがとうございます。虹色のペンライトありがとうやのちゃんさんありがとう、たんこたんこんたくたくありがとうございます。カチ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 ってなってる。花食べたら、花食べたら体から火が出る。花？花？そのペンライトダイソーとかで売ってるやつ。あ、そうそうそう。多分そうだと思います。100円ショップですね。100均ですね。100均。カチ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 って言った。いや多分ね、もう電池がねあんまないの。多分マリオのフラワーのこと。あフラワーね、フラワーそれ言ったらあれだよ、あの火じゃ、火もそうだけど氷も出るよ氷にさせるあのやつも出るで水色の花だけど。マスル、マスル、サルトさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとう、プギーさん、タンコタン、あ、ピンライトそう、タンコタン、コーンタコタコン、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、タコ、ありがとうございます。ちょっと待ってね、水分補給、そう今日はね、あー、ありがとう、ほんと元気さんスター、ありがとう、西野さんありがとうね、ありがとうございます、ありがとう。今日は水じゃなくてお茶なんですよ。で最近お茶好き、最近はねお茶が好きなんですよね。ありがとうスター、ありがとうございます、ありがとう、こんばんは、こんばんは、いただきありがとうございます。ちょっと自己紹介したいと思います。 NMB 第10期生オーディション参加してます。エントリーナンバー49番、幸せが来るでハッピーって言います。高校1年生15歳、よし、大阪出身の、5月20日生まれですありがとうございます。麦茶、緑茶かな、麦茶かな、どうだろう、緑茶やった気がする、緑茶やった気がする。ハビちゃんありがとう。
ありがとう。かなりやさん、キュンキュンラブラブ、ありがとうございます。ありがとう。ハッピーちゃん、ハッピーちゃん、ありがとう。ハッピーちゃん、ハッピーちゃん、ありがとう。あー、かなりやさん、キュンキュンラブラブ、ありがとうございます。ありがとう。プンギーさん、サンコタンコ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。僕はいない、歌える、歌えない、僕らのユリイカなら歌えます。あ、書いとこうかな、あれ、虹の作り方、虹の作り方追加しとこうかな、まだちょっと歌えないけど。待って、待って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 、待って、富士さん、待って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 、ちょっと待って、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがたわです、ありがたわ、タワーが立ったわ、タワーが立ったわ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、タワー、ありがとう、タワーの絵を描きたいと思います。タワーの絵、タワーの絵描きたいと思います。もしゃ、ありがとうございます、ありがとう。あ、こうやってら大丈夫かな、反射しないかな、ありがとう、ありがとうございます。タワーの歌とかないの、タワーの歌、タワーの歌、どれ、タワーの歌、タワーの歌、タワーの歌、タケノコ違います、タワーです、タケノコって感じでタワーです、タワーです。やった、ありがとうございます。確かにタケノコやね、違う、タワーです。ほら、ありがとうございます、ありがとう。ありがとう、デロさん、コロコロで、ワクソさん、ありがとう、ファナしたのって、ありがとうございます。ほら、皆さんよかったらヒョウ柄のタコさん集めてます。ヒョウ柄のタコさん送っていただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。ほら、もよかったらポチッとお願いします。 ありがとう、ペンライト、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ペンネット、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、テルマー、コロコロ、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、来ていただきありがとうございます。キラキラーキラー、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ハート、キュンキュン、ありがとう、キュン、ありがとうございます、ありがとう、ハート、ありがとうございます。
ただいま PC 固まってたーって。おかえり。ね、最後まで頑張って寝てありがとうございます。クロスゲームさんありがとう、ありがとうございます。そういうのを速攻で歌えると高評価けど難しい。ギズさんキュンキュンハットありがとうございます、ありがとう。ワキュトコさんもキュンキュンハットありがとう。こんばんは、こんばんは。おにこさんかな、ありがとう。だるまさんぐるぐるありがとうございます、ありがとう。ほぼたけのこですけどタワーの時に特別な歌を歌ってもらえると嬉しいかもって。あーい、ありがとう、ありがとう。 GHP さんありがとう、ありがとうね。だるまくるくるありがとうございます、くるくるありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。3度目ましてて、こんばんは、3度目まして来ていただきありがとうございます、こんばんは。見るたびに可愛くなってるよなって、本当ありがとう。ストラム暑かったなうって、そうそうね、暑いよね、家の中も暑いもん。わきタイムあるって、わきタイムする、わきタイムする。歌速攻はむずいね、歌速攻はむずい。こんばんは、てもぎにさんこんばんは。思いつくまま歌ってみて、よければ OK、 ダメなら流せばよき。またあのあれだよ、寒くしちゃう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。大丈夫、意味のわからない歌出来上がっちゃうけど。暑い、暑い、布団が吹っ飛んだって。あ、面白い。羽毛がもう古い。羽毛、羽毛、毛布か。羽毛って何？毛布がもう古い。ありがとう、お手紙ありがとう。ぽよぽよさんお手紙ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。帰宅しましたって、おかえり。あー、ありがとう、たくさん。ぽよぽよさんゴールドたくさんありがとうございます、ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。結婚してってありがとう、 ありがとう。お花も、お花も添えてくれたの、ありがとう。ぷよぷよさんありがとうございます、いい、嬉しい、ありがとう。ぷよぷよさんありがとうございます、ありがとう。 LOV ジャンク隠しちゃったってやったね。ありがとう。ぷよぷよさんからの告白いただきました、ありがとう。こんばんは、こんばんは、ありがとう。しんしんじさん、キュンキュンララブ、ありがとう。キュン、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。もこにさんもキュンキュンララブ、ありがとうございます。どうって、面白かった。ありがとうございます、キュンキュン、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、こんばんは、いただきありがとうございます、ありがとう。主層が、主層、あ、総理、あ、総理かな、え、主層がなんか、なんかミスってるよ、アイムソーリー、ソーリーだけにダジャレ枠。首相、首相、首相、白い犬、猫の面白い、面白い。白い、白い犬、猫の、お、おも、白い、面白い。師匠ね、師匠、間違って間違って、I'm sorry、猫が寝転んだ。ダジャレ。ダジャレ。じゃあ、じゃあ、なんだろう、何があるだろう。ダジャレコーナーになってるんですね。今ダジャレコーナーになってます。明日が最終日では、明後日が最、明日、
明日明後日です。絶対に MV を勝って抜きたいしかないです。ありがとう、頑張るね。イカがイカった。イカったイカったダジャレコーナーになってます。ヘクションくしゃみヘクション赤手さんキュンキュンラブありがとう、ありがとうございます。なんかあるかな、布団が吹っ飛んだ布団が吹っ飛んだ、難しいな難しいな。こんばんは、ねむとさんこんばんは。布団が吹っ飛んだガクブルガクブル、あ寒すぎた、ホフマンさんホフマンさんが寒すぎてくしゃみしちゃってるよ。みんなハピちゃんのハピアルミ缶の上にあるみかん、あーアルミ缶アルミ缶の上にあるみかん、猫が寝転んだあーありがとう、ありがとうございます、ありがとう流れ星、ありがとう流れ星、ありがとうございます、ありがとう。父さん家庭科部なんだから台所はキッチンとしよう、キッチンとしよう、あキッチンとしましょう49番 A や NMB48、 私を足したら49ですって感じで40、そう49なんですよ。ラッキーセブンかけるラッキーセブンで49なんですよ。いいですね、幸せが来るでハッピーって言います。ダジャレっていうか親父ギャグレベルどこでもあるドアちょっとあのみんな半袖なんやから、ちょっと寒くさせないでよ。ちょっとハピちゃんの会心の、あ渾身会心のじゃじゃん感じがかもこんばんこんばんは、ダジャレあれダシャラ、ちょっと鳥肌がちょっと寒くあマカ兄さん元気ラブラブありがとうございます、ありがとう。叱られたあつゆうとのハピちゃんや、いやちょっとみんな風邪ひいちゃってるから、ちょっとダジャレダジャレダジャレを言ったのは誰じゃ、あれ全然かけてへんダジャレと書いてダジャレ、あダジャレとダジャレダジャレ、初めて知ったハピに叱られたお誰じゃ、ダジャレを言ったのは誰じゃ、こんばんはこんばんは、会心のダジャレでんてんてんハピちゃん背すぎが寒くてちょっとハピーのせいなのかなと僕じゃミスを見過ごすな、言い訳っていいわけ、あなたじゃんバス停でハッピーバースデーバス停、みんなうまいなかカレーかな、カレーなカレンダーえカレーなカレンダーえみんなうまない
リニアさんうまいわってカレンカレンかカレンダカレンダってさすが NMB の広報者の元に集まるリスナーさんノリが良すぎるって他のルームじゃこうなカレンダカレンダうまないみんなみんなうまないみんなうまないこのルーム寒すぎるブラブラってカレンなあらカレンカレンやなカレンやなこのままでは NMB ではこのままでは NMB では厳しいかもあと3日間で カレンやんなカレンみみなさんかななんていうかな漢字が合ってるかな皆さんに仕込んでもらいましょうちょっとダジャレと大喜利はちょっとカレンナハッピーちゃんかっこイケボイケボダジャレにしたら漢字読めるかもあーかもしれへんこんばんはこんばんは新幹線で新幹線ちょっとはじめましてはじめましてあ皆さんにですねあ皆さんにあ皆さんにちょっと本当にちょっとダジャレはちょっとちょっとそろそろちょっと寒くなってきたかもなんかねダジャレかなんか中学の時にめちゃめちゃダジャレ言ってた人おったんよなそうダジャレを言ってたね友達がいたのよヘビちゃんハビちゃんですあーありがとう虹色さんコロコロってありがとうドリバさんありがとうございます仕掛けた身としては満足ですいやーありがとう福岡のゼロさんタンコタコタコありがとうございます日野さんもタンコタコタコありがとうございますそろそろ春ですけどいやダジャレは皆さん夏にしましょうこんばんはこんばんは来ていただきありがとうございますこんばんはキャキャありがとうございますありがとういるよねクラスに一人はダジャレ好きめっちゃダジャレ好きの子があってもうそこでパッてダジャレを作るねすごくないその子のお気に入りのダジャレは言い訳って言い訳めっちゃハッピーパクってた今なんかちょっと言い訳とかやもんあれやもんとか言ったら言い訳って言い訳っていつも言ってくれる子やったこんばんはこんばんは結婚してってありがとうホフマンさんありがとう結婚してありがとうありがとうございますありがとうマクニーさんダジャレあダジャレじゃないだるまコロコロありがとうございますオーディオでオーディションオーディオでオーディション結婚してありがとうみんな結婚してってしんじさん結婚してありがとうありがとうございますありがとうふくってどれぐらいのペースで買うのけどなんか去年着た服とか着たりとかしてるからなんかけどなんかあんまり買わんくてそのハピのママが買ってきてくれて着てるみたいなけどたまに自分で選んだりもするけどハピママが買ってきてくれてますエンドロールさんありがとうありがとうございますタンコタ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 ンありがとうございますタコありがとうありがとうございますありがとうありがとうございますこんばんはこんばんはチアダメなのかあち告白して告白
結婚しようって痕跡だるまがダジャレにダジャレと言い間違えちゃった。ハピちゃん今カラコンしてる、カラコンしてるよんな感じ。度が入ってます。ダジャレ言うの誰じゃん。ハピが先やったわそれちょっとハピが先言ってるぐらい。ちょっとお母さん服のセンスいいねって、そうハッピーのママが買ってきてくれてます。俺は娘にノミスハッピーママのセンスが全てなのねはいママのセンス丸って、こんばんはこんばんは。告白ハッピーちゃんのママもしかして30代とかでやろう。あらかわいい、ありがとうございます。ザップはやばいって、えカラコンウィンクください。ウィンクできてる？夢より娘がいい、娘がいい？リボンしてる、リボンしてます、リボンしてます、してるってしてます。初見です、できていただきありがとうございます。できてできてんで、できてる、よかった。カラコン入れてない方が可愛いのよねって。ちょっとね胴付きカラコン、そうちょっと胴付きカラコンしてます。そうそうそう、1ヶ月なんですよ買ってるのが。だから1ヶ月間同じカラコン使ってます。そんなんパパがパパ泣くからパパ泣いちゃう、ハッピーのパパ泣いちゃう。どつきカラコン、どつきカラコンあそうどつきカラコン、そうどどつきどつきどつきかどつきカラコンですお目目がちょっとハピ悪くて、そうハピちょっとお目目が悪いんですよ、めちゃめちゃ。アイドル以外で好きなアーティストさんいる？アイドル以外で好きなアーティストさん、夜遊びさんとかかな。あとはそうだな、バックナンバーさんとかかな。このルーム寒いけど楽しいねってよかった、ちょっと寒いけど暖かくしてメガネもある、あメガネあるよ、メガネあります。どつき、あどつきじゃない、どつかない。で学校は化粧してもいいの？あダメです、ダメです。こんばんは、こんばんは、 SKY さんこんばんは、来ていただきありがとうございます。かわいい、ありがとう。いやー角度つきどつかれた、メガネかけたりするって。お風呂上がった後とかはハッピーメガネかけてます、メガネメガネです。どつかないでって、そうどつかないでやめて。夜遊びさんめっちゃ好き、えわかる、いいよね、なんか透き通ってる感じの歌声わかるかな、なんかわーみたいなハッピーちゃんってくれてありがとう。ともひこさんいらっしゃい、こんばんは。ありがとうございます、来ていただき。カラコン入れたら世界がその色に偏って見えるとずっと思ってた全然全然全然、メガネハッピーちゃん可愛いと思うって。メガネ姿見てみたい、メガネ姿見てみたい。で今度メガネっ子、いやーありがとう、タコ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 、タマヒカさんゴールドのタコさんありがとう、タコタコタコありがとう、タコタコタコありがとうございます、ありがとう。メガネ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 娘かな、好きよ、ほんと？衣
食はたこ焼き、お好み焼き、夕食は赤石焼き、絶対違う、赤石焼きじゃ絶対読まん、赤石焼きって、夕食はパスタです、カルボナーラです、メガネ萌え、こんばんは、こんばんは、タコ書いてみて、タコ牛乳瓶の底みたいなメガネ、え、そうかもしれない、牛乳瓶の底みたいなメガネかもしれない、ハピーのメガネ持ってこようか、ちょっとかけれないけど、ちょっとどう入っているかな、タコ書きました、タコ、明石焼き、明石焼きハピちゃん横顔見せて、横顔あ、マキさんタコありがとう、タコタコありがとう、横見えてるかなこんばんは、今から夕飯食べます、あ、オッケー、ホフマンさん了解、ゆっくり噛んで食べてね、オクトパス、そう、オクトパス、ヒョウ柄も、ヒョウ柄、これまたあれや、地球って言われるパターンのやつ、ハートありがとう、書いてる真剣な顔がいい、オクトーバー、あ、それはちょっと10月やちょっと書くときめちゃめちゃ真剣に、ソルトさん、スターにひしろんすか、ありがとうございます、スターありがとう、ありがとうございます、タコさんです、タコさんです、タコに眉毛がある、可愛いでしょハッピーオリジナルタコです、画伯くん、たこ焼きするって、たこ焼き家でするって、家でします、たまに、たまにします。ハピタコさちょっと苦手、まあ、食べれるけどちょっとあれやから、いつもウインナーとかチーズとかキムチとか、あのいろいろオリジナルで入れて食べてます。ありがとう、だるまだるまだるま、ありがとう、足の何本じゃない、ない？1,2,3,4,5,6,7,7本ですたこ焼きいつする、たこ焼き、うーん、いつできる、あと2日やもんね、たこさんウインナー、あ、そう、いや、たこさんウインナー、ウインナー、普通のウインナー食べれないの結構多いねすごい、ゴーヤとかもちょっと食べれないんです、こんばんは、こんばんは、タコさんウインナー、タコさんウインナー、普通のウインナー入れてますゆうちさん、キュンキュン、ラブラブありがとうございます、足がられたとこごめんね、ごめんなさいごめんなさい、よし、はい、8本なりましたイカはイカ、イカシャウエッセン、シャウエッセン、あ、そうやん、シャウエッセン、イカはーって、イカめっちゃ好きなんだよね、ハピー、ハピーめっちゃイカ好き、イカ加工、あーん、キュンキュンラブラブありがとう、ゆちさん、キュンキュンラブラブありがとう、イカスミパスタ、イカスミパスタ食べたことない、
本ないのはたこ焼きにしてたしたのか、ちょっとたこ焼きにしちゃったかも。いかはいかんお疲れ様ですって来ていただきありがとうございます。再生完了、再生完了。え、足の本数、え、そう5本じゃないの、足って。いかって5本じゃないの。いか2貫、いか2貫。いくらはいくら。え、そう、え、6本 ?10 本だよ。え、イカって5本じゃないの。再生します。ヤッホーって、あーとのおささん、ヤッホー。イカ10本、イカ10本 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。一人だけ HPY49。 違う、違います、違います。コメントに気持ち、コメント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 を、あーとのささん、たこ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 、ありがとうございます、ありがとう。イカさんも好き、えーハビも好き。イカがイカってるよ、ごめんね、イカちゃんイカちゃんごめんね。あーたかのぶさん、流れ星、流れ星、ありがとうございます、ありがとう。イカ焼きは5本しかないかもしれん。あ、かんからかな。関西弁やないやん。関西弁やないやんって、関西弁じゃない？生まれも育ちも大阪なんですけど、関西弁じゃないかな。バリバリ関西弁な気がするけど、関西弁出てへん？敬語やからかな。え、敬語やからかもしれへん。ありがとう、しんじさん。たことこん、たことこん、たこありがとうございます。ありがとう。いかはいかんと怒ってるのは、いかんです。いかん、いかんです。めっちゃ関西弁やで。めっちゃ関西弁？めっちゃ関西弁かな？どうやろう。ハッピーはあんま分からへん。関西弁か関西弁じゃないか。リアルなイカ見たことないのか。いや、あんま見たことないけど、見たことないかも。いかは足8本。腕2本みたいな感じ。え全部足、全部足にしちゃった気持ち込めるってこんなので、はちょっと明日も配信してもらっていいですか明日も配信します。ところで、なんでタコ書いた。えタコ、タコ来ましたリニアさんが、そうタコのリクエストがあったんでタコが来ました。リニアさんはイカのリクエストいただいたんでイカ書きました。タコとイカ、ありがとう。だるまーだるまー、ありがとうございます、ありがとう。いかって英語でなん、いやありがとう、スター、ともひこさん、スター、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、スター、ありがとうございます。ありがとう、コロコロ、ありがとうございます、ありがとう。ちょっと待ってね、よし、ありがとう、とみこさん、ありがとうさん、ひ
ヒョウ柄とか集めてからよ、そう、ヒョウ柄とか集めてます。タカロボさんありがとう、だるまだるまありがとうございます、ありがとう。どこ行ったやろ、めっちゃ出てる出てる、こんばんはこんばんは、関西弁モード、関西弁、関西弁かわいいってありがとう、こんばんは関西、こんばんはで関西弁、こんばんはこんばんは、なるほど、タメ口じゃないから標準語に聞こえたのかもやでってよ、かもしれへん、もっと流れ星が欲しいもっと流れ星が欲しい、ちょっとちょっとさんほらありがとうございます。オーディション終わったらこんなアカウントどうなる、返却、多分返却、おねだりおねだりなんかよかったら、ありがとうスター、ありがとうございます。大阪弁のイメージが、ミッキーやミッキーやで仲良いしてなみたいな感じやん、そうかな、ありがとう流れ星ありがとうありがとう、しんじさん流れ星たくさんありがとう、流れ星ありがとうございます、ありがとう流れ星キラキラヒューンってありがとうありがとうございます。ダイオウイカは臭くて食べれないって、そうなの、イカはユニークイカがいいな、僕らのユリイカ僕らのユリイカ歌っちゃう、ありがとうスター、ありがとう、猫描いて、猫猫ちゃんね、猫、オッケー、猫ちゃんね、タコイカユリイカにつなげるのは至難の至難の行、至難の行合ってるかな、つくえさんありがとう、だるまくるくるありがとう、カニはかける、カニと猫ね、カニ猫ね、カニ猫ね、ソルトさんありがとうスター、大阪でも陰キャの人はいますよって、ハピーやん、どういうことシナの、シナの技、シナの技、シナの技すいません、イカはスクイード、イカは猫と、猫とかにね、スクイーズ、スクイーズ、スクイーズオフオクトパス、オクトパス、スクイーズ、ありがとうございます。ワイキョトクさんもさありがとう、ありがとうございます。ドラゴンさんってことか、おんとくもありがとうございます、ありがとう。わざわざわざですね、シナンってついてるときはわざって読むんだよ、ありがとうございます、ほらありがとうございます。じゃあカニから吐きます、カニ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 うまい、カニうまいでしょ、ありがとう、サトさんキュンキュンラブラブありがとうございます、ありがとう。写真と髪型が違うね、髪切ったんですよ、髪、髪切りました、手と顔もかわいいてへん食券でしょ、食券、何の食券でしょうか、とんかつですか、英語で初めて、英語習ってたんですよ、イルカは英語で何でしょう、英語、何だろう、カニさんって二足歩行歩かない、イカなんや、カニさんって二本足、二本、二足歩行や、何のマジ、どこのいるキャラ、イルカはちなみに英語で、多分ドルフィンです、ドルフィンありがとう、ドルフィン、ドルフィンです、とうとう取った、修正入りまーす、こう、こう、これとドルフィン、ドルフィン、
何のモンスター可愛いでしょ、イルカはイルカ忘れてください これ英語習ってた人がこれとか、いやいや英語習ってました中学まで。ドルフィン、ドルフィン、今というバックの意味わかる、え、わかんない、今というバックって何、言われたことあるかもね、どうなる、画伯誕生あ、海豚でイルカでしょ、ハサミ描かないと、え、ハサミもっと鋭い方がいい、楽しそうって、カネゴン、カネゴンって何、ハサミ、ハサミどこ行った、え、ハサミ、あー、なんかあるんだね、英語成績いいんだって、一番最初のテストは99点でした、一番中学の一番最初のテスト、こういうこと、寿司三昧みたいな手のひら開けたやな足の数、足6本の変わったカニさん、え、足6本じゃないのもう少し足りない、足、足足りひんの、そういうことって、カニ食べたことない、あんまない、 I want to、I want to、 あなたが欲しいですかな、お疲れ様ですって、そのカニはタラバ、ズワイ、ケガニ、ハピガニですハピガニです、ピンポーンって、よし、カニは足が8本にハサミが、え、足りないの、これでいいや、これでいいや途中、中途半端おもろい、はい、マイク、はい、ランシーのですね、時、どういうこと、はい、マイク、ハッピーガニ、ハッピーガニです、カニめっちゃ高いよね、高い、こんばんは、では英語で自己紹介を、 My name is、 My name is it's happy、 I'm from 大阪、 Thank you so much なるほどね、なるほどね、新種誕生合ってる、 I want you は、 I want you、何々はより戻そうです、使っていい、使っていいよってと、あ、アシナさん、タコタコタコ、ありがとう、アシナさん、タラバとズバイで本数違う、え、そうなの、ハピガニ、新種のカニ、そう、ハピガニです、猫描きましょう、多分カニの足は誰かが美味しくいただきました、ハピが美味しくいただきました、ありがとうございます、ハピちゃんは小学生から同じの、うん、もっともっと、あの幼稚園、もっと幼い時、3歳2歳ぐらいじゃないかな2、3歳ぐらい、えー、タコー、オクトパス、ありがとう、 Thank you、 ありがとうございます、カイさん、ありがとうございます、あ、けど、あ、合ってるかな、カイ50793、ありがとうございます、合ってるかな、合ってるかな、ありがとう、タコ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 、ありがとうございます、タイ50793、タコタコ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、竹さん、ビーチャーさんもタコタコタコ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、めちゃめちゃ飛ばしてます、
百キラキラ1巻ルートありがとうございます。はいマイク、はいナンシーの時ですね、あ時や時、時ですね、時ですね。I'm from Osaka ね、大阪。ハッピーガニおいくらですか？ハッピーガニは、100円です。メイドイン大阪ね、メイドイン大阪っていう。タラバには、どこや、正確にはカニじゃない、ヤドカリの、ヤドカリ仲間なの？カニ英語でカニ？ハッピーちゃんは小学、あそう小さい頃から習ってました。猫にゃんにゃ、猫にゃんにゃ、あ猫描きます。カニは難しいね、なんだろう。カニはキャンサーやで、セイトヤイヤ、うん、セイトあセイトセイヤ見てたらわかる、星座が出てくるからねって。もしかして気候女子だったの？え全然違います。全然違います。気候女子じゃないです。ハードル開けたけど大丈夫けど、あの全然英語できないです。カニはクッ、何だっけ、カニはキャンサーか、キャンサー説もあります。クルブ説とキャンサー説ありますねって。ハッピーちゃん You are so cute. Thank you. いやいや、上手でありがとうございます。本当にタラバガニはカニの名前ついてるけど本当はエゾカニの仲間って、豆知識。キャンサー、タラバはヤドカリ、足の向きが違う。そうなんだ。100円安ってハピガニ激安けど味はちょっとあれですね、ちょっと保証はちょっとちょっと味はちょっと保証はちょっとできないんですけど、大丈夫かな。チリはアーホかなこれ。ちょっと待って、チリはアーホゼロ、アーホオーゼロやけど、英語はスペシャルなのね。イエスハッピーで、ハさん来ていただきありがとうございます。こんばんはリカルド人間不信さん、こんばんは。キャンサーや、キャンサーはカニ座で、カニは英語でクラブだよ。クラブ、キャンサー、クラブ、絶対似てない。クルブって雑誌みたい。クローブ。乃木坂？ちょっと待ってね。いや。めちゃめちゃ可愛い。全体的に。こんばんは。クルーブって旅行したくなる呼び方。ちなみにキャンサーって病気のがんのことやで。キャンサー？え？キャンサー？ほんと今日も可愛すぎてありがとう。たまたま来たけどします。ハッピーハッピーだけにハッピーありがとうございます。本当嬉しい、ありがとう、はい、ありがとうございます。カイさんありがとう、嬉しい、ありがとう。イエスで全てを収めるハビちゃん、全部イエスイエスイエス
わお、発音だけいいね。あ、よくやります。でもさ、うんって乃木坂の奈々ちゃんは西野七瀬さんのことだよって今調べた。西野七瀬さんってめちゃめちゃ可愛かった。ハピちゃんも可愛いよって。あ、あれやだ。七瀬もある。え、なでまことさん、え。なんかパンチされてる。おいらの何々もそれどういうこと。おいらの何やろ。おいらの七瀬丸には似てないけど可愛い。ええー、ありがとう。あれやだ。ハッピーだけに、ね、ハッピーターン。あ、いや、魔法残しちゃう。魔法残しじゃない。ハビちゃん可愛いって。あ、ありがとう。ありがとうございます。乃木坂で言うとたまにアルノっぽいと思ってた。中西アルノさん。いや、全然似てない。全然似てない。髪型かもしれへん。いや、中西アルノさんね、めちゃめちゃ可愛い。ちなみに、あ、どこ行った。フィンランド語でカニはラップ。フィンランド語、フィンランドか、フィンランド語でカニはラップ。なんかいいビート刻むさやん。大阪から世界へ、次の審査は英語で返答するとかね。英語か。ハッピーターンを美味しいよ。ハッピーターンを美味しいよ。ハッピーターン美味しいね。こんばんは、こんばんは。西野七瀬さんもハッピーちゃんも同じだねーって。英語片言な人大体イエスとノーで押しますよね。いやー、ちょっとイエス。もうします。ハッピーちゃん大好きで、ありがとう、嬉しい、ありがとう。いつかの君さん、ありがとうございます。ハッピーターンは美味しいね。美味しいね。キャンサーはガンってこと、難しい。難しい英語、もう英語ダメだ。ヘアセットしてるのも似合ってて、さらに可愛さアップ。 Thank youThank you. こんばんは、初見です。来ていただきありがとうございます。こんばんは、こんばんは、初見です。大阪から世界、世界、いや世界。ルーム画像今の配信に変えられていいのにね、いいのにって。なんか変えたらダメみたい。ハピガニのお味は、まあちょっと、まあちょっと美味しさはランダムなんで、よかったらみんなハピガニ食べてみてください。こんばんは、こんばんは。ちなみにハッピーちゃんとどうせって、ほんと嬉しい。昨日私のあのハピガニはドレシャスでしたね。ドレシャスオフ。ほんと、うん、アルルに雰囲気似てると思う。本当？そんな、ありがとうございます。そんな可愛い方に雰囲気似てるとか、めちゃめちゃハッピーです。身近、身長も近かったりします。私149です。151です。近いね、めちゃめちゃ。どうやって食べるね。NMB には英語で話せる、あ、吉野美咲さんって子がいます。先日まで海外、すごいすごい、海外留学、いや海外、ハピーが海外留学行ったら多分イエスかノーしか喋られへん。イエスかノーかデリシャスぐらいしか。ちょっとフォローありがとうございます。ありがとう、フォロー。キラキラ、ありがとう。キラ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 、ありがとうございます。ちょっと人生予定155はある予定だったのに、縮みました。
いやハッピーもなんか160ぐらいある予定だったんですけどね、ちょっとなんかわかんないんですけど、あけど今から伸びる可能性もあるから大丈夫です。今から伸びるかもしれない。そうそうそう、ちょっと成長期が遅かっただけかも。ちょっと今から160になります。小学校から英語習ってた、いや小学校よりもっと下、2、3歳ぐらいかな、1歳ぐらいかな、1歳ぐらいから習ってたけどこんな感じです。はい、1歳ぐらいかな、 1、2ぐらいから習ってるんですけどこんな感じです。今はやめました。今はやめました。まだ伸びるよ、まだ伸びるよって。伸びる？ You're very beautiful and cute. Oh, thank you, cutie. Thank you. So happy. Thank you. Very happy. Thank you. こんばんは、こんばんは。ハッピーちゃんはまだ伸びるか大丈夫。私はもう小さくなりっぽい。いや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 、いつかの君さんもね、あれですよ。わかんない、伸びるかもしれない、急に成長期来るかもしれないもん。だって大丈夫です、一緒に成長期待ちましょう。簡単な英語しか覚えてない。なんで Yes と No に加えてデリシャスが食いしん坊。ちょっと美味しい料理食べたくて美味しい料理食べたくて。こんばんはこんばんは。牛乳飲んで鉄棒ぶら下がっててれば伸びるよ。知らんけど。知らんのかい、知らんのか。 JY 以下から習ってた英語をどうぞ。アポこんばんは。ではではいただきます。あ、またね、ありがとう、来ていただきありがとうございます。あ、猫描こう、猫描きます。猫ちょっとこういう感じの猫じゃなくて、ちょっとI think so too はそれなっていう意味のはず。 I think so too、 I think so too、 I think 使おう、 so too、 それな、それな。招き猫、あ、そうしよう、招き猫にしよう。ってありがとう、ありがとう。 Oh, thank you. So cute. Thank you. こんばんは。縦に成長する代わりに横に成長するのは、Yes, no, delicious. カニがいれば大丈夫だ。カニいる、カニいるか。 Please とプリーズも必要やな。カニプリーズ。はい、招き猫です、招き猫です。ありがとう、キラキラキラ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。こんばんはこんばんは。キラキラ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。招き猫です。どうかな、こうやってる招き猫です。タヌキやん、いや猫ですよ、確かに猫だ。小判は、あ、小判、それ招いてる、え、招いてます。あれ、どっちがハビちゃん、ありがとう、キュンキュンラブラブ、ありがとう、佐藤さん、ありがとう、ありがとうございます。猫です、
不二家のピコちゃんの招き猫、招き人形は、知らない、かわいいよ、本当？不二家のピコちゃんの招き猫、招きかな、招き猫人形、知らない、招き人形、魚持ってみんなしてる魚やん、違う、小判です、小判です、見分けつかないどっちでしょうどっちでしょうか、2万ぐらいするし、高くてびっくりした、ほんまや、なかなかのいいお値段ですね。それな、 I think so too、 I think so too、 I think so too、 手に持ってるの小判、本当に小判です、髪型可愛いで、ありがとう、ありがとう、アップ気味、アップしてます、おー、I think so too。 背中がキャンディー、キャンディー、もうかわいい、背中キャンディーなの、正面だけしかないの、キャンディーなんだ、猫に小判、猫に小判です、猫に小判、招き猫です、キラキラありがとう、キラキラキラ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、にゃちょっとそろそろ歌おうかな、それ小判、じゃあ小判です、これ小判です、さっきユリイカって言ってたからユリイカ歌います、あれちょっと絡まってる、どっち、どっちにゃんだ、こっちにゃんだどっちにゃんだ、よし、あー、よし行くぞ、よし行くぞ、超絶かわいいハッピーって、ありがとう、キラキラありがとうございます、ありがとう、耳にかけると両手使えるよ、小判をねじ下げる帰り招き猫、いや違います、あのこうやってポンって持ってるの、ひさにかわちキャンディーなのよ、まあ買ってからのお楽しみ2番いきまーす、皆さん楽しみしています、あ、この青よりもっと深い青だ、輪の内側の海は色変えぎる、なぜ恋人たちはここまで来るのだろう、愛をささやくには波音が必要、声が原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋、わざと山側を来た、そういう目で君を見ない、ありがとう、僕らのユニーカー発見したんだ、ずっと近くにいたのに初めての感情、夏の太陽に目を細めた時、君のことを聞いて
クを顎につけて、反対スパイクを顎につけて、こういうこと、え？ありがとう。奥の事実はそこに隠れている、ただの友達の境潮の流れ次第、なぜ大人になると正直になれないの、愛の告白には砂浜が最適、2台のバイクが並んで僕どう感じたのは君ち、海に行こうって言い出したのはどっちが先だってよかった、僕らのゆりか思わず叫んだ、まさか同じ気持ちを持ち始めたこと分かった、これだとピンときた、その時ギリシャの言葉を思い出したんだ。ありがとうございます。ありがとう音符、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。うまくなってきてる、ほんとやったね。僕らのユリカ発見したんだ、ずっと近くにいたのに初めての感情、夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、あーめちゃめちゃありがとう、ありがとうございます、ありがとう、めちゃめちゃありがとうございます、ありがとう。今日って青春のラップタイムって歌ったっけ、歌ってないやんな、青春のラップタイム行こうかな、多分歌ってない、初めてありがとう、ありがとうございます。多分歌ってへんよね、ありがとうございます、約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ、どっちだよね、彼女を待たせてるからなんて言い出せやしないだろう、がこぼれて駅までの道、あ全力疾走、ゴー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 、青春のラップタイム、競うみたいに息を切らし、汗びっしょりになって一秒でも巻き返そう、たった一つの理由は好きだから、ありがとう。このイベントで歌える曲増えたね、でめちゃめちゃ増えました、
携帯かけるより渋滞のバスより君が待つ場所まで走る方がいいさ。夕日が落ち直前の空はため息の風が吹き予定のずれた今日の事情をあ忘れてくれる。いくよ、ゴー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 。青春のラストタイム自己ベースとだよ。陸上部からスカウトされるかもね。愛が僕を走らせるんだ。こんなに急いでいるのは好きだから、ありがとう。こんばんは、こんばんは。来ていただきありがとうございます。先生ナンバー49番、幸せでそれでハッピーしています。高校1年生15歳です。皆さん盛り上げていただきありがとうございます。ありがとう、もしもしありがとうね。青春のラップタイム潜むみたいに息を切らし汗びっしょりになって一秒でも巻き返そう。ベストだよ、脇目を振らず君が待つあの場所まで一生懸命に走ることさ。たった一つの理由は好きだから。ありがとう、わかりました。ありがとう、ありがとう。好きだから、だからありがとう、ありがとうございます。いやね、マジやね。ありがとう、バチバチ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、バチバチバチ。ありがとうございます。ありがとう。バチバチバチってありがとうございます。ありがとう。ちなみにこんな感じです。歌える曲。パチパチパチってありがとうございます。ありがとう。ハピーちゃん可愛いってありがとうございます。自己紹介させてください。 NMB48 の塾生オーディション参加してます。エントリーナンバー49番、幸せが来るでハッピーって言います。高校1年生15歳、151cm、 大阪出身です。ワルキー、ワルキー、ワルキー行く。みんなワルキー好きかな。ハピー、ハピーちゃんってありがとう。夢は逃げない、覚えた方がいいよって。夢逃げない。なんか変えたかったんだ、自分試したかった。夢は逃げない、頑張って覚えます。夢は逃げない、ハビ好きなんだよね。ほら、ありがとうございます。じゃあ、ワルキー夢逃げアカペラ、オッケー、夢逃げアカペラ。じゃあワルキー歌った後に夢逃げアカペラ。ワルキー、ワルキー、ハピキーいきます。肉を触らせてよ、どんな感じなのか興味があるのよ、男の子で不思議だね。ほんま男の子って不思議やわ。
皆さんよかったらお願いください。和田ハッピーいきます。今日のバーグなんだか重くて、もう誰かに持ってほしかった、だからちょっと頭を絞って、ハートを作ってみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの。ハピキー筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、ジョワニとキスってセクシーだね、これを持って男らしいマッチョがタイプよ、でも本当はそんなことないけど、じっと見つめを立ててあげなきゃ、何にも釣れないわ、かっこええで、そっちが頼んじゃなくてやらせてくれて頼まれるよ、筋肉に抱かれたいの、いつの日かどこかで私のために頑張って、筋肉に抱かれたいの、折れるくらい強く胸がつくんだ、夜日だって割れてるし、これも持って、こんばんは、皆さん盛り上げていただきありがとうございます。ハッピーって言います。高校1年生15歳です。ありがとうございます。いいぜ、いいよ持ってくれる？髪を引き上げながら試すように、反応を見るわ、ハッピー、筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、今日はきっとキュンってセクシーだね、全部と言わずハッピーのことも持ってください。ありがとう、先生ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。断る、なんでやねんハッピーのことも持ってください、パチパチ、ありがとう、結婚して、ありがとう、結婚してありがとう、パチパチパチ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、パチパチパチ、ありがとうございます、ありがとう、超絶可愛いハッピーで、ありがとう、ありがとうございます、梅沢だっこって、百キラリンどうして、ありがとう、アリミヤさん、ダールマンコロコロ、ありがとう、こんばんは、こんばんは、来ていただきありがとうございます、ありがとう、こんばんは、こんばんは、来ていただきありがとうございます。夢は逃げないだよね、こんばんは、さすが関西人さすが関西人って、ありがとうございます夢は逃げないやな、ちょっとイヤホンで聞きながら、あ、けどいけるか、夢は逃げない、いけるかな、ピアノでなくあざとさ練習してたかな、したしてたな、ちょっとあざとさの練習しちゃった
あと20分あと20分だね。夢はいけない。ちょっと音聞きながら歌います。ちょっとカラオケがないのでアカペラなんですが、これでいけてるやんな。あーいけてますか。多分いけてる。ハンターの接客業の子に看板娘だねって言うと、いえいえとんでもないって言うけど、関西の子はせやろ、アカペラぞアカペラ、せやでってなんでやねんっていう、さすが関西人。聞こえてるよ。オッケー、じゃあアカペラできます。タン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 、行くぞ。タンタンタン、行きます。行けるかなアカペラ、いつもみたいに。なんか変えたかったんだ、自分試したかった、あの日全てを捨ててここに来た、だからがむしゃらだった、後ろ振り向かずに走った。辛いのはよくわかるよ、呼吸した夜もあった、君に最後に言っておきたい、自分の方から諦めるな、夢は絶対逃げていかない、このままその手を伸ばせよ、いつかは、ありがとう、音符。ありがとうございます。ありがとう。これが限界のように、壁が立ちはだかった。何度もやめよう。ここ違う。ちょっと研究していい？な？限界のように壁が立ちはだかった、何度もやめようとやめようと思ったか、手の腕を掴んでいつも止めてくれた仲間よ、理想とは違う日々に泣き明かした、朝もあったんや。君も誰かに伝えてほしい、見えないようでも近づいてる、夢を少しあと1ミリだ、伸ばしたその手を下ろすな、頑張れ。ケイさんごめんしづらいなーって盛り上げてください。ケイケイありがとうございます。ありがとう、頑張れー、ありがとう。君に最後に言っておきたい、自分の方から諦めるな、夢は絶対逃げていかない、このままその手を伸ばせよ、頑張れ頑張れ。オッケー。声質がいいから聞いてて心地いいよね。本当？キュキュありがとう。ありがとうございます。あーハントありがとう。キュキュハントありがとうね。ありがとう。ちょっとさっきちょっと見せたやろ。あれ？あれ？けどオッケー。
あれバレてた。あれバレてたかも。オッケー、ありがとうベビスターさん、タコタコタコありがとう、今タコありがとうね、ありがとうございます。オーディション絶対合格、合格します。パチパチパチ、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとう。キラキラ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、キラキラ、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。数日前と比べたらかなり上達してるよ。いやー、ちょっとせやね。ちょっと頑張って練習します。もっともっともっとハッピー頑張って練習します。あー、ない。明日何時から？明日も朝からかな、9時からかな、スタートは9時スタートかな。キラキラ、ありがとう。キラキラキラってキラキラ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。キラキラ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとう、キラキラキラって。はじめましての方、はじめまして。 NMB48 で10期生オーディション参加してます。エントリーナンバー49番、幸せが来るでハッピーって言います。よかったらハッピーちゃんとかハッピーちゃんとか呼んでいただければとても嬉しいです。学校1年生の15歳、身長151センチ、大阪出身です。誕生日は5月20日です。あと1ヶ月後です。10期候補の一押しです。受かると思います。本当ありがとう、ありがとうございます。明日仕事があるって。カイさん、明日お仕事頑張って。カイさん、あの夜もまたやるので、よかったらお時間あったら来てくれたら嬉しいです。カイさん待ってるね。明日もよかったらお時間あったら来てね。ハッピーちゃんって、ありがとう。本当10期生候補の一押しです。受かると思います。本当にありがとう。ハピーガニちゃん、カニ？カニみたいにちょっと二足歩行、ハピー、ハピー二足歩行だよ。うん、あのハピー勝手にあのカニ二足歩行させてたけど。トークの声も歌声も好き、すべてですか、好きってめっちゃ可愛いって、ありがとう。ブレッドさん、ヒョウ柄のタコさん、ありがとう。ヒョウ柄のタコタコタコさん、ありがとうございます。ありがとう。ピアノ弾いてんの配信してくれたらな。明日が最終日？違う、違います。明後日です。明後日が、明後日やんの、明後日です。月曜日です。月曜日、当てた。月曜日です。試験です。って来ていただきありがとうございます。はじめまして、ハピって言います。ハピは四足歩行いかんと。明後日やで、明後日です。月曜日です。タコ足7本はメモしておく。初見ねーって来ていただき、あ、ほらもありがとうございます。こじこじくんさん来ていただきありがとうございます。ネスさんかな、 NEZZ さん、ありがとうございます。ちなみに月曜日の19時59分までです。皆さん19時59分までです。ヒョウ柄のタコいっぱーいって、いっぱーい、明日の夜、明日の夜も来る。待ってるね、待ってる。カイさん待ってる。終わったらタコパしよう。タコパいいね、タコパ。いや、タコはあげます。ハッピーガニは前に歩くこともできますか。いや、ハッピーガニはあの前も後ろも歩けます。ハッピーガニは前も後ろも歩く、あの歩けます。で、あの回ることもできます。月曜休みだ。あ、本当？月曜休み。今日は英語でなんて言うかな、今日なんかパンサーやったっけな、
パンサーじゃなかった？パンサー、パサー。普通と一日違うのね。月曜日、日曜日ラストのイベントが多い。そうなの？そう、月曜日なの。パンサー、え？パンサー、あ、パンサー岡田、あ、そういうこと、そういうこと？レパ、あ、パンサー岡田、そうそう。レパ、え？レパルド？レパルド？え？レオパルド？ハピガ、ん？ハピガニは空を飛べますか？地面に潜れます。空はちょっと止め、迷うからし、うん、迷うは、ちょっと切るところおかしい。迷うはからし迷うで、迷うはからし迷うで、あ、たこ焼きの、あ、たこ焼きのレパールド、レパード、パンサーでしょ？レパードなの？レパードなの？レパード。ヘイシリあ、反応してくれた、シリか。ちょっと待って。ヒョウやんな。パンサーは黒ヒョウかな？え、かわいい、ありがとう。え、嘘、ありがとう。カイさん、かわいい。ありがとう。カイさん、かわち。ありがとうございます。ありがとう。シリ、シリ。違う。パンサーでも、レオパードでもいけるっぽい。あ、じゃあ正解。フシャンさん、ありがとう。タコ、タコタコ、タコ、ありがとうございます。ありがとう。アクセントはレ。アクセントはレッパード、レッパー、レッパー、ね、レパード、レパード、レパード。シイタケ星人、星人や。星人。違う。フィッシュさん、ありがとう。タコとコンタコ、ありがとうございます。ありがとう。正解、よし。正解いただきました。ありがとうございます。あと何分、あ、じゃあちょっと壇上の方お読みさせていただきます。え、メンバーに選ばれて釣り師になってね。じゃあちょっとお魚釣りを頑張ります。こんばんは、こんばんは。まずはお魚から、いきます。13位やな。13位、やのちゃんさん、たくさんの上ありがとうございます。12位、マッキーさん、たくさんの応援ありがとうございます。11位、浮気男さん、たくさんの応援ありがとうございます。10位、ギジュさん、たくさんの応援ありがとうございます。9位はマカトさん、たくさんの応援ありがとうございます。8位は小さな恋のメロディーさん、ありがとうございます。そして7位はぷよぷよさん、ありがとうございます。6位はハットのおっさんさん、たくさんの上ありがとうございます。5位はしんじさん、たくさんの上ありがとうございます。4位はホットケーキさん、たくさんの上ありがとうございます。そして3位はかいさん、たくさんの上ありがとうございます。そして2位はともひこさん、たくさんの上ありがとうございます。ありがとう。そして1位はかじいしさん、たくさんの上ありがとうございます。たまありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとう。あゆちさん、ラブラブハート、ありがとうございます。ありがとう。ハッピーちゃん、ありがとう。頑張れて、ありがとうね。にこさん、ありがとう。だーるま、ありがとうございます。つられまくった。ありがとう。みことに釣られました。で
あと1日頑張ってね、応援してました。あと月曜日なのであと2日かな。ありがとう、お疲れ様でした。おつはびおつはびです。ありがとうございます。ありがとう、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとう、また来てね。また明日ね。お仕事の方は明日もお仕事頑張ってね。釣られた自分を褒めたいと思います。えらいねありがとうございます。ありがとう、また明日、また明日ね。お疲れ様、ありがとう。明日お仕事の人は頑張ってね。空き時間よかったらあの来てください。究極のぶりっ子みんな大好きだよ。キルン、あ、アベランさん、ありがとう。タコタンコンタコタコ、ありがとうございます。明日も頑張って、あ、頑張るね。ありがとう、おつハッピーで、ありがとう、おつハッピーです。ありがとうございます。ありがとう、また明日配信します。おつハッピー明日9時から配信します。明日の夜は何時から、明日の夜はけど19時からはやってると思う。19時からは絶対やってます。19時なんか声が、朝昼夜します。朝昼夜します。19時には多分19時にやってると思います。 SR の表示があと1日になってるから、勘違いかな、何々するよな。じゃああと1日になってるよね、けど月曜までなんですよ。こんばんは、こんばんは。あと3分で終わります。来てくれてありがとう、みんな。ハッピーはめちゃめちゃハッピーです。19時なら間に合うと思う。あ、オッケー、待ってるね、かいさん待ってます。あ、でも21日までやるんで、あと1日と20時間からとかじゃあ、あー、なるほど、なるほどね、なるほど。明日の予定はハッピーハッピーハッピーです。よし、ハッピーハッピーハッピー、ナイスで、ハッピーハッピーハッピー、ありがとう、ハッピーでした。やったね、皆さん明日もハッピーな一日になりますように。ハッピーハッピー、欲しいった、勘違い、あ、当てた、勘違いやってたよかった、かわいいかわいい、Thank you。 明日も頑張れ、頑張る、ありがとう。今日も楽しい配信ありがとうございました。泣き泣きで、ありがとう、こちらこそ来てくれてありがとう。またね、ありがとう、またね、明日おやすみ、いい夢見てね。明日のハッピーアイテムは、明日のハッピーアイテム、じゃあ、あの水色のもの、あ、青のものイエスと食べてくる、本当にありがとう、かいさん嬉しい、ハッピー、ありがとう、嬉しい、ありがとう、かいさん、おやすみ、おやすみ、言えない、スポーツ万能そう、いや全然50m 走、あの追い風で9秒です。あ、ちなみに9秒って言っても 9.98 なんですけどハビちゃん、朝からお疲れ様って、ありがとう、バイバーイって、ありがとう。あ、明日のあのハッピーアイテムは、ハッピーアイテムはあの青のものです。はい、明日はハッピーエビカニとエビってことで、ハッピーエビですか追い風参考記録、そう、追い風参考記録です。あ、いつもは10秒ぐらいです。ちょっと早くなりました、けど9秒台になれたんで、うれハピまたね、おつハピ、ありがとう、おつハピ、あー、キラキラ、ありがとう、おつハピね、みんな、おつハピ、またね、おつハピでした、ありがとうございました、ありがとう。じゃあもうそろそろあと30秒ぐらいかなで終わります。終わりんで、来てください。また、あ、文字数オーバーになっちゃった。おやすみ、ハッピーセット、ハッピーセットおつハッピーと、おつハッピーで、おつハッピー様でした、ありがとう。明日もよろしく、明日もよろしくね、ありがとう。また明日も待ってるね、おつハッピー、バイバーイ、おつハッピー、明日も行くだよ、来てな、明日も来てな、おつハッピー、ありがとう、バイバーイ。明日も怖かったら怒るで。